はいどうも、こんにちは。えー、今回は、またしても、ドライブレコーダー。今度は後ろ用ですけど、えー、コムテックの ZDR12-012。これ、買いました。まぁ、あえー、前回の、やつはですね、えー、前につけるやつなんですけど、まあ、これは、 後ろにつける予定です本体はこういうやつこれは小さいですねちなみに前回のパッパコンのやつはこういう感じでちょっと並べましょうかねこんなんとこんなんで 本体は、まあ、横に長いかどうかってくらいですかねあんまり変わりませんねで特徴がここに書いてあります GPS はこの機種はついてません まあ、後ろなんで、そんなにいらないかなーと思ったんで、まあ、付いてないの買いました。こっちの方が安かったんですよね。1万円してません。まあ、取り付け方はこういうふうに。で、本体が、こうですかね。 最初からこのアダプターはついてます SD カードも最初から入ってましたうんうんボタンが下についてますじゃあちょっと電源を入れてみましょうこっちに刺しますね反対側は 違うのがあるんですけどはい出ました早いですね起動があっという間に起動しましたこういう絵が撮れますかねうまく撮れない メニュー画面はこういう設定ができるそうですけど画質とかサイズとかですかね 結構この音が大きい音しますけどね。うんうん、まあそんなに特に安いやつですからそんなに機能は豊富っていう感じじゃないんですけどね。まあとにかく安いんで9000ちょっとで買いましたから。 まあ、こういう気軽なお値段でね、買えるっていうのは、いいですね。ただ、これを、後ろにつけようとは思うんですけど、どうやってつけましょうここにつけるわけにも、うん。 開始しますお今ので衝撃感じてくれたのかはあまあ感度はちょっと設定しなきゃダメですねこうやって置くのかどこに置こうかちょっと考えてますちょっと後ろは難しそうだなそれでは失礼します